はい、こんにちは。3月24日午前9時20分のちくらポイントです。風は南西ベース、八重洲のお潮となってます。ブレーク捕まりがちではありますけどね。セットの間隔は長め。人はそれなりに入ってます。東から南東、南のうねりで いくつかピークはありますかね。今日はこの後も南西ベースの風が吹く予想です。風はカースチクラ。このようにセットはダンパージックで乗れる波は少なめではあるんですけど、場所を選んで微妙ではあるんですけど、間隔長いですけど、うねりはある程度続いてるんで、この後もいけんのかな。ただ南西の風が強めに吹くとちょっと抑えられがちになるかもです。ミドルタイドとかでもうちょい切れてくるかどうか。結構ダンパー系が目立ちます。こんな具合ですね。ではそろそろ切ります。微妙っちゃ微妙なんですけど。ではでは。